第一章寄せ家事天保八年1837年10月26日のことであった三木は長男の前衛門や作男たちと一緒に麦巻きをしていた太陽暦では11月の末であるどんより曇って底冷えのする寒い日であった三木はすでに40歳ではありその上8ヶ月の身重であったから 野良仕事は無理であったが農家の主婦としては大地主の主婦であっても昼は畑へ出るのがその地方の習慣であった特に夫の全兵衛は50歳を越して畑に出ないし息子の全右衛門はまだ17歳であまり百姓仕事を好まないから三木は率先して畑に出なければならなかった昼近くなって三木は夫の食事のために家へ帰った それから湖畔と期して善右衛門が駒皿へを杖にして下男に付き添われて裏門から入ってきた三木は勝手口で2人の入ってくるのを見て胸をつかれたというのはその年は不作で米価は高く百姓一揆が多く大阪では王子を平八郎の乱などあって平和な三木の村にも不穏の木々がみなぎっていたそれゆえ三木が畑を去った後で 大百長の長男である前右衛門が貧しい小作人に襲われでもしたのかと三木は慌てたのだった三木は勝手口から長男と下男のところへ飛び出していったどうしたんですまあピッコを引いて痛いんですここが針を刺すように前右衛門は左足の膝に手を置いたが額に玉のような汗をためていた そんなに痛むのまあこの汗誰がどうしたんですとミキは額の汗を拭った急に痛み出したんです訳が分からへんのです善右衛門は痛みに耐えられないように目にいっぱい涙をためてもう一歩も歩けない様子だったそのそばで下男が急に痛み出してうなり出した時のことなどを三にくどくど話しながら 前衛門を抱くようにして家の中へ運んだ三木は十年ばかり前に禅右衛門が同じ左足の膝の痛んだことを思い出してよかったよかったと胸をなで下ろした小作人や貧しい人に襲われて傷ついたのでは助からない気がした膝の痛みならばこの前のように医者を招けばいいのだ下男は早速 医師の玄介,介が診察してハケ薬をつけたその痛みは今の関節炎のようであったが7歳の時も同じ玄介が診察してハケ薬をつけて治ったから今度もこれでよしと中山家では修備を開いたしかし今回はハケ薬が効果がなかったそればかりか痛みはかえって激しくなるばかりで善右衛門はその夜声を上げて泣き明かすほどの苦しみだった 素朴な村のこととで近所の人々が次々に見舞いに来た当時の習慣で足板にはどこの稲荷をお参りすればいいとかどこの神社が霊言あらたかだとか口々に忠告したその中で「修験者一兵衛に祈祷を頼んだら」と熱心に勧めるものが多かった修験者一兵衛というのは庄屋敷から東の山間長滝村の庄屋を務める中野家の主人で。 その頃山伏十二千達の一人で有名な修験者であった庄屋敷の医師源助と親戚関係があってしばしば源助の家にも来ていたから中山家の人々にとっても全く未知の人ではなかったそれゆえ全兵は早速使いを長滝村に出したしかし不運なことに一兵はその日二号村へ出かけていて留守だった 禅の足の痛みは募るばかりで翌28日早朝また一米の家へ使者を出したその日は一米も家にいて事情を聞いた上祈祷をしたがその足の痛みは磯神大明人が洗い場の石の上にいた時禅右衛門が踏んだのでそのたたりであるということだったそこで一米の言うとおり百頭明を剣持て詫びて家へ帰ると不思議に禅右衛門の足板は去った しかし翌29日にはまた痛み出して我慢ができないほど苦しんだそれで前日のように死者を出して一米に祈祷を頼んだ今度は天満宮がお下りになったとかでともかく死者が家に帰ると前右衛門の足の痛みはあたったしかし翌日になると元のように痛む前日のように死者をやって祈祷を頼むすると痛みが治るということを数回繰り返していたが 前衛門は前回する様子がなかったそればかりか痛みが日に日に激しくなりそばでも見ていられないほどだった三木と全米は顔を見合わせて吐息ばかりしていた磯の上大名人が洗い場にいたとか天満宮が降りたとか今日考えたら荒唐無稽として吹き出しそうなことであるが当時の日本人は皆信じたことであろうし医師が治せないのだから三木も全米も視野に余って。 もう一度、一衛さんにとくと相談して、なんとか方法を講じてもらおうと、全米自ら長崎村へ出かけた。全米は重い心で、古街道を東へ上り、二本松、滝本、架橋、横川を通り抜けて、その先で道を左側にとって、山路を上って、やっと長崎村へ着いた。一兵にやってて息子の容体をこまごま離して 何とかの米は考えていたがここで祈祷をしても一日しか治らないのですから思い切ってお宅でごまを炊いて寄せかじをするより他ないでしょうと寄せかじを勧めたそしてごまを炊いたり寄せかじをしたりするための準備なども打ち合わせた全米は即刻引き返して帰宅して三木に相談した 寄せ家事というのは親類や近所の人々により集まってもらい家ジキ等の座に連なってもらった後でご馳走をすることである三木は身おもでありその年は米が不作で諸物価が高くて村中騒然としているので全米は派手な寄せ家事を家ですることに不安があったしかし三木はどんなことをしてもこの子は助けなければいけませんこの子を助けるためには たとえ家はどうなってもよろしいではありませんかと気の弱い夫を特例して早速寄せ鍛冶の用意に取り掛かったそして一米との打ち合わせ通り真方村のソヨを鍛事台に雇って近所の人々には寄せ鍛冶をするからといって集まってもらうように頼んだまもなく一米が到着した寄せ鍛冶が始まったソヨに日本の護兵を持たして鍛事台としてごまを炊いて一心に祈祷を凝らした その祈祷の効果か祈祷の終わらないうちに前衛門の足板はふと消えた前衛門も喜んだが寄せかずに集まった人々も驚いて一部への霊力に感心した寄せかが済むと集まった人々に酒やごちそうをしてその晩は中山家は大にぎわいであった前衛門の足板はその翌日も拭ったように収まっていた数日間痛まなかったので今度こそ寄せかのおかげで全壊したものと 中山家では全米はじめ三木も喜んでホッと安堵したが1週間もするとまた全右衛門の足は痛み始めたそこでまた一米を頼んで寄せかじをすると数日間は痛みが治まるがまた痛み出すのだったこんなありさまで全右衛門の足の痛みは結局全治しないで「痛み出す」と寄せかじを頼み寄せかじをすれば証拠を得るという調子で翌年の秋まで9回も中山家ではごまを炊き 寄せをしたその都度集まる人々にはいちいち主犯を供し付近の貧乏な人々には功徳のためだと言って狭いをするので手数も大変であったが費用も一回少なくとも400目かかって大変であったそんなふうにごたごたしていた天保八年の暮れに三木は末の娘股間を生んだのだった。